車の話坂戸店出張のコーナーです。ひろきさん、はい、また出張ですよ。もう5回連続ぐらい出張ですけど、はい、でもなんと今回はですね、イニシャル D の聖地、あの渋川市やってまいりました。はい、ここは秋名山ですか。いや、春名山です。あれ秋名じゃなかったです。春名山です。秋名山 の、はい、あのスタートに現在新型のプジョー208できておりまして、はい、なんとね、こうマンホールを見ていただくと分かる通りイニシャル D で有名なところですよ。いや、もう有名すぎて、もうさっきから車がずっとひっきりなしで写真を撮っては出ていく、写真を撮っては出ていくみたいな、ね、はい、感じでしたけれども、まあ、実際にこの新型プジョー 208GT 乗ってみて、はい、まあ試乗という形でどんな感じなのかというやっていこうかなと、試乗インプレッション、はい、行ってみようかなと思います。ちなみに、はい、このお車208ということは、ひろきさん、当たり前じゃないですか、 WRC で使う車の、まあ要はレッキでも使わせていただくので。なるほど。その車ですよ、もう今のうちから慣れといてね、はい、届くのは来週か再来週ぐらいになるので、ラリー4の方は。なのでもう早速208用意していただき、これから乗っていこうと思います。はいっす。はい、というわけで試乗インプレッションしてみたいと思います。はい、はい、というわけで、はい、やってまいりました。春名さん、いえいえ、ダウンヒーローですよ。重が軽い。ちなみに1160キロらしいです。お、軽いね。でもこの車はあのパノラマルーフついてるんで10キロ重いらしいです、うん、あ、これね。はい、パノラマルーフって10キロなんだ。ちなみにこれね、はい、溝落としっていうのはこういうことです。お、溝落としですね。これはかなり有名な、まあ、引っ掛けるんですよ。はい、いやー、春菜久しぶりですよ。もう大学時代ですよね。もうなるほど、なるほど。いろいろ春菜には育てていただきましたが、こうやってこんなインプレッションができるなんてね、思ってもいませんでしたね。僕は大学生の頃に1回ドライブで来ましたね。それが最初かな、多分。でもこのあれですね、なんか秋口の春なんていいですね。綺麗ね。まあいいですね、本当に。今紅葉がもうちょっとで多分一番いい時期なのかなっていう雰囲気ですけど。でもなんか個人的には今ぐらいが一番好きですけどね。はい、アクセル踏むとこの加速が意外と気持ちいいわ。あの、間違っても別にそんなパワフルなね。そうそう、パワフルではないけどバランスがいい、車重とハンドリングと、はい、だって言ったってこの車排気量は 1200cc しかないわけですよ。はい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 。だからその中でも、でもトルクが 20.5kg、うん、はい、うん、あるっていうことで、ね、まあ、多分それがかなりあれなんじゃないですか、この乗りやすさというかドライバビリティがいいというか。いやー、これなんか軽快ですもんね、ハンドル切っても。はい、これ僕助手席に乗ってるじゃないですか、うんうん、まあ、今日僕ここまで実は乗ってきたんですけど、実はね、助手席の方がこう乗り心地がいいというか。あ、そう、はい、でも運転席と助手席変わらなくない？でも僕の場合は運転席だと自分で運転できるから、こういろんな不安がないというか。だから助手席に乗るとなんかちょっと嫌だなと思うこと多いんですけど、この車はあんまりそういうのがないですね。いいですか、じゃあ。はい、すごくいいです。ママドゥさんお墨付き。だってこの車格でこれだけこう静かというか乗り心地がいい車って、まあまあね、正直なかなかないじゃないですか。ないです。はい、ということで、はい、ということで乗ってきましたけれども、すごい車ですね。い、軽い、ハンドル切ってすぐ応答するし、なんか乗ってて楽しかったっすね、すごく。僕はあの乗ってて楽しそうにしてるなっていうのは分かったんですけど、はいはい、僕は助手席にいて何を思ったかというと、うん、快適だなって思いました。 あ、そう、あのね、すぐに眠くなりそうでした。なるほどね。それ単純に眠いだけじゃなくて。いや、違います。あ、ほんと。ひろきさんの運転がもちろん上手いっていうのはあるんですけど。ありがとうございます。なんか言わせた感じになってる。でもなんか助手席の居心地がすごい良くて。あ、だそれだけいい車だし、バランスもいいし。そうなんですよ、っていうことですよね。はい、はいはい、ひろきさん、はい、WRC 頑張ってきてください。ありがとうございます。いや、一緒に来るんですよ、あなた。え、あなたも WRC の会場に行くんですか。もちろん行きますけど、はい、でもほら、僕運転するわけじゃないんで。あ、まあまあまあ、はい、大事ですよ。 WRC のチームは一つのチームでようやく一つのあれが出来上がるので、でね、はい、結果も含めて一緒に頑張っていきましょう、はい、一緒に頑張りましょう。まあ、そういったことで今後もぜひぜひこういったインプレッションをやっていきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。それではまた次回お会いしましょう、はい、バイバイ。温泉入りてぇ。車の話番組 YouTube では公開映像や
別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。